はいどうも皆さん、四季島と申します。というわけで今回は太平洋キャンペーンで日本軍を使いつつ96式軽機関銃の方を使っていきたいと思います。というわけで今回は96式軽機関銃で現状のところ、日本軍最後の軽機関銃ですね、というわけで今回はそんな96式軽機関銃使っていくんですけども、性能としてはねかなりまとまりがありますね、ダメージが低いのはまあいつものこととしてなんですけども、反動もね結構抑えやすいし、で連射速度もね600を超えるということでかなりいい感じです ね。そう、反動がねやっぱり抑えやすいんですよ。かなり一直線だからね。そう、その点においてはかなり優秀な軽機関銃だとは思うんですけど、あのサイトが見づらいあー危ない、サイト見づらいんですよ。そうね、なんていうかねあれですよ、あのビッカースのベルチェですか、あれと同じ感じ、こんな感じでめっちゃ見づらい、ちゃんとマジで見づらいですね、ね、あのイギリスのね初期の軽機関銃であるね、あのビッカースベルチェですか、あれもね実装当時はねめちゃくちゃ見づらかったんですよ。サイトピンホール式なんでね。ただ今はねやっぱりあのいろいろとね修正されて見やすくはなったんですけれども、ちょっと戦車いるんでちょっと戦車ぶっ飛ばしたいなーなんていうふうに思ってるんですが、あれかあれでございますな、 LVT ですね、ねえ、あん、ちょ、え、今の当たんねえの、はあ、ちょっと今、え、今の当たんねえの、うっそ、おかしいおかしい、ちょっと、え、なんかおかしい、ちょっと待って、あれ当たんないのおかしいでしょ、まあいいや、ちょ、じゃあもうちょっと近づきますか、どこだあれ、じゃちょっとな、ここです、はい、やった、 OK、ビッカースベルチェもねあの最初は見づらかったんですけど、今は修正されてだいぶ見やすくなったんですが、ちょっと気がついたらちょっと分隊員全員やられちゃったんですけど、ほいいですよ、ギャークソ、ね、なのでワンチャンねこの96式もねなんかサイト見やすくしてくんないかなって思うところはあるね、正直ね。 M2 カービィもねあのサイト見やすくなったじゃないですかね、あんな感じでこの96式をね、サイト 見やすくなったらなって思ったりもします。本当サイトが見づらいという点以外はねマジで優秀なんですよ、なのでね、まあ、あとスコープか、スコープ使えないんですよね今、スコープ使えなくて、正解だとは思う、正直この性能でスコープ使えたらそれこそ本当にぶっ壊れになっちゃうからね、で反動も抑えやすいし連射性もいいしみたいなね、で感じでかなり集団性もいいですよね、なんで強いんですよ、強い、そう強いんですよ、ただしサイトが見づらいっていう、ギャーめっちゃきてたね。というわけでまあそうですね、使いどころちょっと悩むかも、あんまりこの距離はあんまり良くないかもね、もうちょっと遠距離でいいかもしれませんけれどもねっていう感じでしょうかと。戦車が来とるんで、あ、いい感じではね、まあなのでスタッ、ちょっと待ってみようか、大丈夫大丈夫、よし、なのでねまあ本当に97式ですね、この前紹介した97式が相変わらずねやっぱり強いっていう感じかな、ね、これ今使ってるね11年式でも全然戦えますからね。そう、日本側のねそういいところっていうのはね、結構軽機関銃に選択の幅があるっていうところでしょうかね。そう、よし、で相変わらずね3発式は強いわけなんですがまあというわけで96式はこんな感じなんですけども、ね、まあ、今後ね実装される日本のね軽機関銃っていうと99式軽機関銃とかね残ってますからね、そっちに来たいでしょうか。めっちゃ来てる、やばい、ビーコンは ないと思うんだよな、多分あっちは天然スポーンの方でしょう、ビーコンではないはずなんですが一応撃っておきます。結構来てんな、
めっちゃ逆光ですね。めっちゃ逆光で言いづらい。やっぱ三八式なんだよな。やっぱり三八式優秀ですね。ほんと他のキャンペーンでのね、他のキャンペーンのボルトアクションライフルね、使うと分かるんですけどね、やっぱり三八式優秀なんだよな。ガーくそね、銃声から察するに結構まとまった数がおられるのではないかとは思うんですが、全く何も見えないですね。結構いると思うんだよ。そっちから来て、やばい、いや、ちょっと待ってみようか。やばい。ガー、ちょっと、タイさん。ガー、ちょっと油断してた。何？よし。で、いるな。まだいるな。ぽいですわ。で、結構来てるな。あー、ちょっとビーコン脇臭い気もしないわけでもないか。ちょっとビーコン、いやでもな、違うかもしれない。よし、いいんじゃなかろうか。よし、さて、あんなとこに、とっ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 と、ちょい上、はい、オッケー。念のため壊しておきますか。念のためね。何、また消えたぞ。ちょっとじゃあ何今の、ちょっと勘弁してもらってね。ようこそエンリセットへ。ようこそ、ウェルカムトゥエンリセット。クレイ、こっち当たるんだよな。こっち当たるんですけどね。あー、なくなっちゃったか。しょうがない。どっからこの家の中抜けてたらいるんじゃなかろうかとは思うんですが、がいますね。よし、もう一発。はい、オッケーです。ナイス赤点、戦車来てますね。来てるな。ちょっと隠れとこ。ナイス赤点、こういう赤点は本当ナイスですね。はい、オッケー。よし、 LBT か。あ、さっきやりかけてたやつかな。何、ちょっと待ってみてくださいよ。よし、さて入られてんのか。ちょっとパトロールしますか。一人くらいかな。あ、見間違いか。さて結構入っていくかな。大丈夫。まあちょっと味方も入ってきてくれるんで、味方に任せますか。外周いないしね、あれは違うと。このサイトの、やっぱりな、もうちょっとな、こうピンホール部分をですね、そう、消耗部分をね、もうちょっと広げてほしいですね。そう、ビッカース・ベルチェの方もね、最初は消耗のね、あのピンホールがめちゃくちゃ小さくて、視界の大半がね、なんか全然関係ないところでね、埋まっちゃってたんですけども、ね、そのピンホール部分がね、若干大きくなったら、ね、劇的に良くなったんですよ、サイトの 見やすさがね。そんな感じでね、修正とかないかななんて思うんですけれどもね。ほんと素直なね、軽機関銃なんですよ。まあダメージが低いっていうのはね、まあしょうがないですけれども。ただフルカスタム、あ、そうそう、今回ねフルカスタムで持ってきてるんですよ、96式は全部ね。なのでダメージが 12.3 ですか。他の軽機関銃のね、素のダメージよりも若干高くなってるから、まあ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 といったところなんですけどね。そう、うーん、あとスコープね。そう、やっぱりスコープ使えるようにしてほしいっていうね意見が、ちょっと戦車はいず無理、ね、スコープ使えるようにしてくれっていう人もいるんですけどね。いや、ダメだと思います。はい、強い。さすがにね、スコープ、この96式にね、スコープは
あっちゃダメだと思う。やばい、はい、なのかって、危ない危ない。ね、さすがにね、96式にスコープはねダメだと思う。それはもう本当にぶっ壊れになっちゃうからね、さすがにダメだと思います。うっす、はい。いやだってさ、97式です、あんだけ強いんですよ、ね、スコープ付きの97式ね。ね、まあ、97式は本当にあれ強いからね。それ考えるとやっぱりスコープあっちゃダメだと思うんだよ、ね、花山薫じゃないんですけど、やっぱり強いやつがね、 もっとさらに強くなる努力しちゃダメだと思う。ね、まあ、というわけでアイアンサイトでねちょうどいいかなと思うんですけど、ただしが何、どっから撃たれた、どこ、まあいいや、とりあえずちょっと回収させてもらえますか。回収、あれなくなっちゃってない、よし、ね、ただ本当にこのピンホールだけはなんとかしてほしいかなっていうのはありますけどね。まあ11年式もあるしな、ね、日本はね本当軽機関銃ねいろいろあるから、ね、強いやつがね、本当11年式でも全然戦えちゃいますからね。と来てるよね、来てますよね、はい、オッケー、よし。さて、もう大詰めなんですが、ね、まああとは救急式がどうなるかですよね。いずれ実装されるであろう救急式軽機関銃がねどういう性能かっていうのもありますよね。そう、あとはやばい、ちょっと今のよくない、え、やってあるかな、大丈夫、危ない、ね、あとはそう3式ですか、3式軽機関銃っていうねちょっと、うん、やつもあるからね、まあ、そのあたりのね軽機関銃はどうなるかですよね。ね、まあ三式、まあ救急式は本当にね、そうね、そうね、とオッケー、はい、ね、かっ、あっ、そのままもう勝ちましたね。ね、まあ、というわけで、まあ、今回は96式軽機関銃使ったんですけども、本当性能だけはね本当にいいんですよ、性能だけはね、本当アイアンサイト見づらいっていうところ以外はね、そうなので本当にこの辺り修正してくれたらまあ嬉しいかなっていうのもありますけれども、まあ別に11年式でも全然戦えちゃうから、本当に日本軍はね軽機関銃に困らない国なんで、まあその辺りはまあまあまあといったところでしょうか。あとはね今後、さっきも言った通り今後ね多分実装されるであろう日本軍のね主力軽機関銃だった救急式軽機関銃も残ってますし、あとは3式軽機関銃もまあ来ないわけでもないのかなっていうところもありますからね。そう、補弾板つないだやつね、そう補弾板をなんか鎖かなんかでつないだってやつですね。そう、そういう球弾、かなり独特なね球弾式のある3式っていうのはあるんですけど、まあそのあたりが来たらさすがにまあどうかな、96式はお役御免ってことにはならないかもしれませんけど、まあとにかくちょっとやっぱり見づらいっていうところもあるからね、そのあたりの修正されたら嬉しいかなっていうところもありますね。さっきからなんか同じことしか言ってないような気もするんですけどね。まあ11年式でまあサイト見づらいっていう人はまあ11年式使ったらいいと思います。はい、まあまあ97式使っとけばまあ問題はないんですけどね。まあそんな感じの96式回でした。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですね、チャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。それでは、月島でした。